欧州サッカー連盟、欧州サッカー連盟、欧州サッカー連盟はヨーロッパの各国、地域サッカー協会を統括する国際サッカー連盟、FIFA 参加のサッカーの大陸連盟である。当時後、略称の UEFA、UEFA、u e f a で呼ばれることが多い。UEFA はイタリア、フランス、ベルギー協会間での競技の後、 1954年6月15日にスイスのバーゼルで設立された。当初は25の教会からなっていたが、1990年代初めまでに加盟教会は倍に増加した。ヨーロッパのすべての主権国の教会が UEFA の会員となっているわけではないが、非会員の国家はすべてミニ国家である。以前はアジアサッカー連盟、AFC に加盟していた。 いくつかのアジアの国も政治的理由などにより UEFA への加盟が認められているイスラエル政治的理由とカザフスタンは AFC から転籍した UEFA 本部は1959年まではフランスのパリに位置し後にスイスのベルンに移転1995年から同じくスイスのニオンへ移転したスイスジュネーブ郊外のニオンに本部を置く 欧州各国及び地域のサッカー協会を統括し、欧州各国、地域をまたがったサッカーの問題に対処している。イスラエル、カザフスタンなどの西アジア、中央アジアといった一般的なヨーロッパの範囲に含まれない国も加盟している。現在の加盟協会数は55。近年、欧州連合 EU に加盟する国、地域の国内リーグでは EU、 並びに一部は欧州自由貿易連合 F 他加盟国の出身選手は国内選手と同等扱いで何人でも選手が出場登録できるようになっているケースが多く見られる。またサッカーの母国という伝統的配慮から4つの地域、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北、アイルランドがそれぞれ独自に加盟しているイギリスではそれぞれのリング戦でイギリス国内出身者も 同様の扱いを受けることができる。ファイナンシャルフェアプレイ、FFP は UEFA のミシェル・プラティニ会長が提唱。欧州各クラブの財政健全化を目指して2011年6月から収支集計開始、2014年から制度実施導入された制度。具体的にはクラブが支出する遺跡金、人件費などの経費、 サッカークラブの本質である育成に関わる投資や、スタジアム、練習場など施設を整備するための支出は除くは、クラブが純粋に得たサッカーによる営業利益、選手売却による移籍金、スタジアム入場料、テレビ放映権、各大会賞金、グッズ収入、スポンサー収入を超えてはならない規則。しかし、単年度の審査でこの制度を適用した場合、 定職するクラブが続出する可能性が高いことから3シーズンの合計で審査される。また、猶予期間として2018年のシーズンまでは段階的に赤字許容額が設定され、2015年までは4、500万ユーロ、2018年までは3、000000 000 000ユーロまでの赤字は許容され、2019年からは赤字のない状況にしなくてはならなくなる。 これら規則を守れないクラブが発生した場合、UEFA は対象クラブに対して警告や厳重注意、罰金、価値点剥奪、UEFA クラブライセンスを発行しないなどという制裁を執行し、チャンピオンズリーグやヨーロッパリーグへの出場権を獲得しても大会への参加資格を認めないなどの措置が取られる。50音順、50音順、男子ナショナルチームの主要大会は、 UEFA 欧州選手権である。この大会は1958年に始まり、1960年に初の決勝が行われた。1964年までは欧州ネーションズカップとして知られていた。また UEFA あるいはエウロとも呼ばれる。UEFA は21歳以下、19歳以下、17歳以下の大会も開催している。女子代表では、 UEFA は UEFA 欧州女子選手権、UEFAU-19 女子選手権、UEFAU-17 女子選手権を運営している。UEFA はアフリカサッカー連盟と共にユースサッカーのための UEFA シーフメリディアンカップを組織している。1999年には地域を代表するセミプロフェッショナルチームのための UEFA リージョンズ。 カップを開始した。フットサルについては UEFA フットサル選手権及び UEFAU-21 フットサル選手権がある。UEFA はまた2つのクラブのための大会を開催している。頂点に位置する UEFA 主催の大会は UEFA チャンピオンズリーグである。チャンピオンズリーグは1992、93。 シーズンに始まり、それぞれの国のリーグの上位1から4チームが参加する、チーム数は D のランキングに依存し、変動する。この大会は、1955年から1992年まで開催され各国リーグの優勝クラブによる、ヨーロピアンチャンピオンクラブズカップあるいは、ヨーロピアンカップとて知られていた大会を再構築したものである、したがって、 現在よりも競争は激しくなかった。2番目に位置するのは UEFA ヨーロッパリーグである。この大会は国内のカップ戦優勝クラブとリーグ上位チームによる大会として1971年に UEFA によって開始され、1955年に開始されたインターシティーズフェアーズカップさらに UEFA カップを引き継いだものである。 1960年に開始されたカップウィナーズカップは1999年に UEFA カップに吸収された。女子サッカーでも UEFA はクラブチームのための UEFA 女子チャンピオンズリーグを開催している。この大会は2001年に初開催され2009年までは UEFA 女子カップとして知られていた。チャンピオンズリーグの勝者と UEFA ヨーロッパリーグの勝者。以前はカップウィナーズカップの勝者が対戦する UEFA スーパーカップは1973年から行われている。UEFA インタートートカップは夏の大会であり、以前はいくつかの中央ヨーロッパのサッカー協会によって運営されていたが、1995年に UEFA によって公式。 UEFA クラブ大会として認定された。インター・トトカップは2008年が最後の大会となった。インター・コンチネンタルカップはチャンピオンズリーグの勝者とコパリベルタドーレスの勝者が対戦する大会であり、南米サッカー連盟、コンメボルと共に組織していた。これまでで主要な3つの大会、ヨーロピアンカップ、 UEFA チャンピオンズリーグ、UEFA カップウィナーズカップ、UEFA カップ、ヨーロッパリーグすべてで優勝したことがあるクラブは4、クラブ、ベントス、アヤックス、バイエルン・ミュンヘン、チェルシーのみである。カップウィナーズカップが終了したためこの異業を達成するのはもはや不可能である。3つのトロフィーのうち2つを手にしたチームは現在9つ存在する。ユベントスは 全ての UEFA の公式チャンピオンシップ及びカップで優勝した初めてのチームであり、これを記念して1988年7月12日に UEFA によって UEFA プラークが送られた。UEFA の最高峰のフットサル大会は UEFA フットサルカップである。この大会は前身のフットサルヨーロピアンクラブズチャンピオンシップに変わり2001年に UEFA の公式大会として開始された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。